台湾の世界遺産候補地は中華民国の行政院が公式に選定している文化遺産、自然遺産の一覧で台湾当局は国際連合教育科学文化機関の世界遺産リストに登録されるべき価値を持つと主張している。確かに台湾には世界遺産級の継承や大自然があると言われるが世界遺産への推薦は世界遺産条約定約国しか行うことができず、 未定約の台湾は世界遺産候補を推薦できない。一つの中国の原則を打ち出す中華人民共和国は過去にマカオの歴史地区を自国の世界遺産として推薦、登録したりしているが台湾の世界遺産候補については正式推薦以前に暫定リストにすら含めたことがない。台湾当局は2002年から選定を始め 2017年時点では18件が候補地として認定されている。当局は単に候補地を選定するだけでなく、世界遺産についての啓発活動や候補地の調査、広報などについても積極的に展開している。以下が行政員によって公式に選定された物件である。日本語名と分類は、平野2017に、台湾名、英語名、選定年は、 台湾文化資産局の表記にそれぞれ依拠している。なお、分類につけた数字は、世界遺産登録基準のどれに当てはまると主張しているのかを指す。それらは、ユネスコや世界遺産委員会が認定したものではないが、台湾当局がどのような観点からの価値を主張しているのかを示すものである。日本では2014年に、一般社団法人、 台湾世界遺産登録応援会が設立され、オチヨシノリ、トリ鳥トール、平田勝正らが、顧問に名を連ねている。理事である、平野久美子は、編著書、ユネスコ版愛地台湾世界遺産級案内を、刊行している。2016年12月、世界遺産、インドの山岳鉄道群を要するインドは、台湾の鉄道遺産の世界遺産遺産登録に関し、 台湾鉄路管理局と協力意向書を交わした。ありがとうございます。